優勝おめでとうございます。本当にありがとうございました、ね、もう最終日はどんな感じでした？最終日はもう何やってるか分かんないとか覚えてない。覚えてない、もう結構覚えてない。気づいたらガッツポーズしてた。そういやまあでもそれはそこで言い過ぎたけどだいぶ覚えてないとこある、マジで。うん、まあでもね、もうリードを保ち、はい、そのまま優勝ということで、はい、全英にも出れます。マジね、全英メジャーデビュー。いや本当よ、ついでに CD もメジャーデビューしたいんでしょうか。そうだね、インディーズからインディーズからメジャーへ、メジャーデビューやっぱ行こうか。ちょっと事務所探しておきます。そうだね、よろしく。ABEX あたりで。そうだね、いいねまあね、でも全員いいんじゃないですか。いやメジャーの中では合ってるんじゃないですか。わからない、行ったことがない。そういうコースにまずやったことがないからそのいいも悪いもわかんないじゃん。まあそれがいいかもね、逆に。意気込みとしては、意気込みとしてはまあ、優勝はちょっと言い過ぎだから予選を通って、通って、ちゃんと黒字で帰ってくる。黒字で、うん、まあ、勝ってもいいんじゃないですか。でも帰ったらもうショータイムゴール出れないよ、忙しくて。え当たり前じゃない。それは困りますね。でしょ、それ困りますね。それはダメですよ。いやちょっとじゃあ予選通過して、そうだね、まあ予選通過してまあ日曜日までテレビに映れるようにだね。はい、でまたショータイムゴルフお願いします。あ、ぜひこちらこそよろしくお願いしますありがとうございます。ありがとうございます。翔太さんも喜んでますね。あ、翔太は本当に早く怪我治してラウンドしよう、はい、そうですね、はい。もうあの動画にもコメントたくさん来てまして、はいはいはい、ショータイムゴルフファンの方もそうだね、自分のことのようにハラハラしたと書いてましたね、はい、ほんといっぱい言われるんですよ、ショータイムゴルフ見ました。本当ですか、うん、ありがたいですね。いやこちらこそありがとうございます。ほんといやもうこれにあやかって僕らもちょっとツアー優勝目指して頑張りますね。そうだね、まず出れるように頑張ります。そうそうそう、はい、頑張りましょう。また稽古つけてください。ういお願いします。ういじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。